はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする記事は、今現在ですね、大問題に発展している、日本の世界遺産登録に関する記事ですね。まあ、明治の、日本の産業革命遺産の、世界登録に関してですね、韓国が反対しているわけですが、それに関してですね、ちょっと記事を出しましょうか。こちらですね。韓国が投票権を持つ国に、渡したですね、反対を要請する文書というものがね、明るみになったという記事がありましたので、こちらの方ご紹介していきたいと思います。で、それに関してまたいくつかご紹介したい記事がありましたので、こちらの方も、合わせて紹介していきましょう。ではまず記事の方、いつものように誠司さんの方からまず読んでいただきましょう。ではどうぞ。韓国が日本の世界遺産登録に反対するよう要請する文書入手、投票権を持つ21カ国のうち17カ国に渡す。明治日本の産業革命遺産の世界遺産への登録に韓国などが反対している問題で、韓国が投票権を持つ国に渡した反対を要請する文書を ANN が独自に入手しました。今回入手した韓国側の文書は英語で書かれていて、投票権を持つ21カ国のうち17カ国に先月渡されたものです。そこにはまず、日本が申請しているうちの7施設で約5万8000人の韓国人が強制労働させられたことが紹介されています。さらに、この場所で多くの韓国人が愛する家族の元に戻ることができずに命を失いました。強制労働と人権蹂躙の現場がまるで何事もなかったかのように世界遺産に登録されれば、まだ生存している被害者らが再び苦痛を受ける悲劇になりますなどと書かれています。そして文章の最後は、正義が実現できるように韓国への支持を要請しますと結ばれています。一方、日本政府の内部文書によりますと、これまで投票権を持つ国のうち日本の支持を表明しているのは12カ国にとどまり、登録決定に必要な3分の2の支持に届いていないことが明らかになっています。投票国との交渉に関わる韓国政府関係者は、すでに12カ国が日本を支持したというのも疑問だ、投票国の間には韓国の主張の仕方の方が合理的だという声が広がっていると話した。はい、という、ね、記事の内容でした。では記事をもう一度、出しましょう。まあ、こちらの記事なんですが、この記事によれば、まあ、先ほど音声で読んでいただきましたが、韓国側が、用意した文書はですね、英語で書かれていて、投票権を持つ21カ国のうち17カ国に先月のうちに渡されたものであると。まあ、そこにはですね、日本が申請している7施設で、約5万8000人の強制労働を、強いられた韓国人の方がいたと。で、多くの人が、家族の元に戻ることができずに命を失いましたとね、書かれて、ね、いたようです、うん。で、さらに、この最後の文章ですね、この韓国政府の関係者は、すでに12カ国が日本を支持したというのも疑問だと。投票国の間には韓国の主張の仕方の方が合理的だという声が広がっているということですね。まあ、自信ありげな感じでこの韓国の、政府関係者は語ったと。そういうことですね。まあ、こんな感じでね、結構自信ありげに韓国の関係者は言っていますがね、実際のところは結構こう、これは日本に有利な、状況というのは変わらないでしょう。まあ、ユネスコの諮問機関である、イコモスというところが、まあ、実際5月4日に軍艦島など、産業革命遺産について、まあ、世界の文化遺産に登録するように勧告したわけですね。5月4日。だいたい今から1ヶ月ちょっと前でしょうか。うん、で、一応これまでに、その、ユネスコの諮問機関である、イコモスというところが勧告した
登録するように勧告した施設で、これまで登録された、登録されなかった事例はですね、一つもないということなんですね。まあ、ということは、これまで通りの、流れで考えると、今回の日本のですね、明治産業革命の、施設は、まあ、そのまま世界遺産に登録される可能性がね、非常に高いということになってきます。まあ、韓国はですね、これまでにもこういった、まあ、日本のこの運動に対して反対するロビー活動というものに相当なお金をかけてきたらしいんですがね、まあ、それが韓国側にとっては失敗という形になってしまって、まあ、あとはですね、最後になんとか、まあ、登録を阻止することはおそらく韓国の方も今はね、諦めているでしょうから、そこは諦めて、まあ、そこは譲歩して、何かしらそういう強制、労働させられた人たちがいたということをね、まあ、なんか、火を立てなり、そうしてくれとね、いうふうに、まあ、ちょっと戦法を変えてきてると、思います。でですね、まあ、韓国側の方が主張している子も、この、5万8千人の強制労働者がいたということですが、まあ、これに関してですね、ちょっと違った記事をご紹介しましょう。こちらですね、在日朝鮮人の方、3世の方になりますね。まあ、その方が書いている、ブログなんですが、まあ、その方はですね、私のように日本に住んでいる在日朝鮮人は日本人でもなく、南朝鮮人、北朝鮮人でもない立場にいますと。で、そういった立場から、まあ、こういった歴史認識、口が回ってますよね。歴史認識においてね、在日の視点から書いていきたいと思いますという、まあ、こういうね、ブログがあるんですが、なかなかね、興味深い記事が結構ありました。で、その中の一つ、朝鮮人の強制徴用は一人もいないって知っていますかとね、在日の方がですね、こういったことをね、書いてるというのがちょっと驚いてる方もいるんでは、ないでしょうか。で、こちらの記事を見ていますと、まあ、この文は、これまでよくね、ニュースで、上がっていたような記事の一つで、うん、まあ、日本が、登録をね、しようとしていて、韓国がそれに対して反対しているといった記事なんですが、まあ、ハンギョレ新聞のものでしょうね。うん、それに対して、こちらですね、なんて私たちってバカなんでしょうか。もしあなたのお父さんやおじいさんが在命中で、徴用経験者であるなら聞いてほしいことがあります。徴用は強制でしたかと、こんな感じでね、言ってます。で、まあ、この辺もそうですね。国民徴用による朝鮮系日本人の徴用は、今回の記事のような日本本土へ向かわせるものは1944年9月から1945年3月まで行われていたと。うん、それではこの徴用によって、日本に渡ってきた同胞は何人でしょうか。昭和35年2月外務省発表集第10号によると、戦時中に徴用労務者として来た者は245人に過ぎないことが明らかになったとなってるんですね。うん、でちなみにその徴用の仕方は、いわゆる斡旋方式で、同胞が同胞を集めて日本に送るという形式だったということです。で、さて、この245人はどこにいたのでしょうか。全員軍艦島でしょうか。うん、ちなみに軍艦島に働きに来た我が同胞は、ほぼ 100% 自由渡航での労働者ですと。まあ、もしかしたらね、245人のうち1人ぐらいはいたかもしれませんが、まあ、それでもね、この245人でさえ強制ではないということですね。ということは、韓国が主張している強制徴用、強制動員はゼロなんですよ、とこの方がね、言ってます。うん。なかなか、在日の方ですよね。まあ、こういった、どちらかというとね、日本よりの、まあ日本よりというかね、まあ明らかになってる、
資料、事実に基づいてね、まあ冷静に意見を言ってると思っていいのではないでしょうか。で、ですね、またもう一つこれに関連して、こちらの方をね、ご紹介しましょう。まあこちらのブログはですね、海外の反応っていうブログなんですが、軍艦島に関する海外の反応がまとめられています。この動画とか、これは軍艦島の、空中撮影、ドローンでしょうかね。今最近問題というか話題になってる。まあ、結構ね、綺麗な映像ですので、まあ、今回ご紹介した記事とかもすべて動画の説明欄に URL を記載しておきますから、もしよかったら興味のある方は後から見てみてください。まあ、この映像はですね、まあ、いいんですが、これに関して、まあ、海外の反応が、ね、素晴らしいねとか、美しい映像だなとか、いろいろ書いてあるんですが、ちょっと下の方に行くと、やはりですね、こういったコメントが寄せられてきてます。この島は日本の帝国主義を象徴した悪名高い場所です。5000人以上もの韓国人や中国人の捕虜がそこで死にましたと。彼らは死ぬまで島から出ることができなかったのです。日本政府は謝罪もなしにこの島を観光地にして、ユネスコに申請しようとしました。なんと恥知らずで陰険な連中なんでしょう。国籍不明から、韓国になってますね。修正させていただきましたと。うん。まあ、この言い分は韓国政府がですね、日本の政府に言ってるようなこととほぼ一緒ですよね。うん。で、これに関してですね、まあ、ちょっとまた下の方に行きますと、ね、このサイトの運営者の方でしょうかね、強制連行としてますが、そうではなく、大部分が出稼ぎであったこと、と言ってて、で、この動画を紹介してるんですが、こちらですね、先ほど、在日の方が書いていたブログ、まあ、ここですね。この部分のことを、まあ、外務省発表の第10号によると、245人しかいなかった。と同じ内容のことを、このですね、高市って言うんでしょうね。高市早苗代議士。まあ、まあ、政治家ですよね。議員の方が説明してくれてるね、動画もあります。うん、だこれとか、見てみるとですね、なかった、そして残ってらっしゃるということについて、まあ、事実関係というものを国、うん、まあこのブログの方はこの動画のだけを鵜呑みにするわけではありませんが、いずれにしても高い給料目的でやってきておいて、後になってからやはり強制的に連れてこられたとするのは、慰安婦問題同様、証言が食い違ったり、いつものことであり、少しは存在していたのように、ようものなら何十万人もいたに増えてしまうように。うん、まあ確かにそうですね。だこの辺はね、もうしっかり、日本がですね、主張をはっきりと言っていくのが正当なね、方法だと、成功法だと、思います。はい、ではですね、今回はこんな感じでしょうか。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。